ボンジュー。今日は絶景鉄道トランデメーベイでやってきた南フランスはアルプスの谷間の小さな村ラ・ブリーグの続きをお届けします。後半にはアルプスのシスティーナ礼拝堂とも言われる見事なチャペルにご案内しますので、どうぞお楽しみに。7月の気持ちよく晴れた朝です。ホテルミルバルの朝食は山々の絶景を眺められるテラスで、あれ、庭で何か動いたものがあると思ったら鹿がやってきていました。自然に囲まれた村ですので、こんな風景もきっと珍しくないんでしょうね。川のせせらぎと鳥の声を聞きながら村の中心へ来ました。教会前の広場からちょっと歩いてみたいと思います。井戸の水が流れる音、その背後で挨拶を交わし合う声も聞こえています。家々がパステルカラーに塗られていて、歩いていてもなんだか気分がワクワクします。賑やかな声が聞こえてきました。学校の課外授業か何かでしょうか。子どもたちの声が響く村の朝、爽やかです。ここからは少し坂道になった石畳の道を登っていきます。この村では昔の写真がところどころに飾られてたりするんですが、ここにも昔の村人たちを写した写真がありました。さて、私が目指してきたのはここ城跡です。昔この辺りの領主として栄えたラスカリス家の城です。作られたのは1378年だそうです。丹度の街歩きの時にもこの領主の名前は出てきましたけれども、ラスカリス家が一番最初に建てたお城がここなんだそうです。時代を追うごとにどんどん堅牢なお城になっていったようなんですが、1564年ニース大地震というのがあって、それで全壊してしまったそうなんです。その後再建されたものの、フランス革命に続く騒乱によって城は再び荒らされ火を放たれてしまいます。その後打ち捨てられ、自然の力に侵食されるままになってしまいましたが、1993年からはブリーグの歴史を守るアソシエーションによって管理されているそうです。さて、そろそろ待ち合わせの時間です。今日はこれから観光案内所のシリルさんが特別に車で案内してくれることになっているんです。村役場の1階にあるツーリストオフィスに向かいます。はい、こちらがシリルさん。最初に車を降りたのはここポン・デュ・コックという名前のついた橋でした。15世紀くらいからある橋だそうですが、この形、腕に例えるならば肘を曲げたようなちょっと変わった形をしているのがわかるでしょうか。その理由は向こう岸がこちらの岸よりもだいぶ高いところにあるので、まずは川をまたぐ橋を架け、こちらの岸からはスロープにして橋につながるような
システムになっているようです。ではどうしてポン・デュ・コック、オンドリの橋という名前なんでしょう。これには逸話があります。この難事業を成功させるために建築家は悪魔と取引をします。自分の魂と引き換えに悪魔に一晩で橋を架けてもらおうというものでした。息子の魂を取られては大変と建築家の母親が一計を案じます。夜中に鳥小屋にろうそくを持って入っていって明るくして、朝が来たと勘違いしたオンドリを泣かせたのです。すると悪魔は今度は自分の魂を取られては大変と一目散に逃げていったのだとか。というわけでオンドリの橋なんだそうです。背中に荷物をつけたラバたちや荷車がここを通っていった光景がちょっと想像できるような、そんな橋です。次に向かったのがここ、昔の石灰工場の跡です。先ほどの橋に比べればぐっと新しいと言えますが、20世紀のもの。今は使われなくなったレンガと石組みの建物です。ここでシリルさんが左側の方を見てと言いました。これ何でしょう。そうです、養蜂のための箱、蜂蜜を取るためのものです。この石垣独特の作りですけれども、昔ながらのもので、これによって悪天候や動物から巣箱を守れるんだそうです。そしてこちらは再び昔の石灰工場。突き抜けた建造物というのはこうして廃墟になっても人を引きつける魅力がありますね。さらにこの先に歩いていくと、村で最後の水車小屋があります。今は稼働していないようですけれども、どなたか住んでいる様子ですね。昔はこの川の流れを利用してここで穀物を引いたりしていたわけですね。森を抜けていよいよ楽しみにしていた場所に来ました。ここは村の中心から4キロくらいありますので、歩いて来るとしたら1時間くらいかかってしまいます。そのためにシリルさんは、本当は彼今日休日なんですけれども、私を車で案内してくれたわけなんです。サンクチュエル、聖なる場所、ノートルダム・デ・フォンテーヌ。いかがです？アルプスのシスティーナ礼拝堂と異名を取るチャペルです。建物の大きさは16メートル ×10 メートルという箱のような形をしています。その壁と天井ほぼ全体にフレスコ画が施されているんです。その面積を合計すると220平米ほどになるそうです。描かれたのは15世紀。まずはこの祭壇の周りの部分をジョバンニ・バレゾンという画家が完成させ、その後ジョバンニ・カナバジオが両側の壁と入り口の壁を完成させたのが1492年のことだそうです。ジョバンニというのはイタリア語のファーストネーム。そうです、この辺りはイタリアだったんですものね。
この天井部分は18世紀になってから明かり取りの窓を設けつつ、フレスコ画も施されたようです。フレスコ画の題材はマリア様とキリストの物語。聖書のさまざまな場面が描かれています。中世のバンデシネ、中世の漫画あるいは劇画と言えるでしょうか。一目見たら忘れられないようなちょっとショッキングな絵もあったりして、これによって聖書の物語が人々の心に刻まれていったことでしょう。秀逸なのはこの最後の審判の場面、特にこの右側の絵、シュールレアリズムみたいな感じがしませんか。チャペルには電気が通っていません。つまり自然の炎明かりだけで鑑賞するフレスコ画、そのためにこんな風に良い状態に保たれているのかもしれません。そもそもどうしてこんな偏僻なところにチャペルがあるんでしょう。ノートルダム・デ・フォンテーヌという風にフォンテーヌ、泉という言葉が複数形になっていますが、つまりここは複数の水源があるところとして昔から特別な場所とみなされていたんだそうです。そしてある時、地震などの天災のためでしょう、泉の水はぱったりと枯れてしまったんですが、聖母マリアに祈り、そのご加護によって再び豊かな水があふれ出したということなんです。みずみずしい緑に包まれながら、宝物のようなチャペルがこうしてひっそりと佇んでいます。さてここからシリルさんは山の上の方へ車を走らせ、とあるところで止まりました。そしてここまで横を見ながらついてきてと私に言います。立ち止まって振り返ってところに現れたのがこの光景でした。山々に抱かれたラ・ブリーグの村、そして右上には魔法使いたちがいる神の山ベゴ山も見えています。先史時代の人たちが岩に彫刻を刻んだというあの山です。今度は山道を村の方に向かって降りていきますが、その途中で意外な発見がありました。見えますか？これ野生のラベンダーなんです。ラベンダーっていろいろな種類がありますけれども、野生のラベンダーというのは標高600メートル以上のところに自生するものなんだそうです。シリルさんが手を伸ばして摘んでくれたこの一枝が、車の中を一気にラベンダーの香りに染めるようでした。長い歴史の間には悲しい出来事もありました。岩山の途中、断崖をくり抜いて作ったバンカーがありました。これは第二次世界大戦の時にイタリア軍がフランスに対抗して築いたもの。幸い使われることなく戦争は終わりました。村の中心部の橋には2020年10月にこの地方を襲った嵐の名前アレックスのプレートが掲げられていました。大雨で川が氾濫し、道が寸断され、村は完全に孤立してしまったそうです。今は干上がったように見えるこの川に
車が浮いていたんだそうです。地元の消防士の2人が徒歩で下の村まで行こうとしましたが、それもかなわず、途中の草地にアルファベットで H と大きく書いて空から見えるようにしました。それによって救助の手が差し伸べられたそうです。こうして災害から立ち直った村は陽気な色に輝いているように見えます。壁を塗る専門の人が村にいて、すごくいい仕事するのよとマダム。黄色に赤にピンク色とマダムが言うそばから、シリルさんはパルメザンとかトマトの色というふうに笑いを誘います。このシリルさん、カンヌの生まれでニースの大学で映画の勉強をしたという方です。だからカンヌ映画祭の赤絨毯はちょっと恋しいと言いますが、もともと祖父母が持っていたこの村の家を大学卒業の時に訪ねて、すっかり村の魅力の虜になってしまって以来、ずっとこの村の生活が好きでここに暮らしています。そして今では観光局の責任者としてこうして活躍しているんです。その彼ともう少し村を巡ってみましょう。村の隅々まで知り尽くしているというシリルさんですが、この銅板の板は冬の雪から木のドアを守るためのものなんだそうです。見て見て、こっちはかぼちゃのオレンジ色だよなんてシリルさん陽気です。村の雰囲気もカラフルでとても陽気な感じですし、南仏と聞けば太陽のイメージがいっぱいですけれども、こちらの冬はなかなか厳しいものがあるようです。谷合いの村ですから、4時間ぐらいしか日がささないという時期もあるようです。あ、こちらの写真は昔の村人たちの結婚式の記念写真ですね。この家の入り口の上に掲げられたプレート、日本語だとマグサというんでしょうか。この細工がなかなか面白いです。中央にあるのはブリガスクとこの村の名前のついた羊です。あ、ここにもなかなか見応えのあるプレートが掲げられています。そうこうしているうちに下界へと戻る時間が近づいてきたという感じです。トランデメーヴェイユに乗ってニースまで戻ります。たくさんの素晴らしい出会いがあった、本当に幸せな2日間でした。それではまた。